はい、どうも、冒険王 TV です。今回はドローンのですね、バッテリーの処分方法を紹介していきますので、よろしくお願いします。はい、こちらですね、マービック2プロのバッテリーになるんですけれども、だいぶですね、寿命が来てというかですね、膨らみが止まらないというかですね、ちょっとこれ押してみますけれども、ぷくっとしてるんですよね。指で押すと、ほんのり弾力がある。で、こういう風に置いても、こんな感じですね。まあ、ドローンをですね、長時間というか、夏場操縦した後に、ちょっと膨らむんですけれども、その後で放置しておくと、割と元に戻るんですよね。これの場合も1週間、2週間ぐらい放置してるんですけれども、ずっとちょっと膨らんだ状態なので、まあ、さすがに寿命かなっていうところですね。ちょっと放電しようと思って、さっきもですね、ドローンにセッティングして電源を入れたんですけれども、熱くなってきてしまって、で、同時にですね、やっぱりこの、これちょっと膨らんでるものですから、やっぱり外れようとする、まあこれ爪で噛んでるんで外れることないんですけれども、っていうところで、もうちょっと運用するのは厳しいなというところで処分しようかなというふうに思います。はい、ではですね、処分の方に行きたいと思います。はい、というわけでですね、今ちょっと画面を切り替えたんですけれども、結論から言うとですね、こちらからですね、まあ、回収してくれる業者というかですね、あるので、そこで検索すればいいのかなというところですね。今お見せしているのが JBRC さんというですね、サイトになるんですけれども、こちらからですね、ここにちょっと書いてあるんですけれども、ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池などの小型式充電器を回収してくれるということで、まあ、ここにですね、今、協力店、協力自治店の検索ということで、近くのですね、電気店とか、私はですね、実はカーマに持って行って回収してもらったんですけれども、本当にですね、DJI のバッテリーをスマホ持って行って回収してくれたっていう感じになります。で、まあ、ちょっとこれ調べれるので、ちょっと調べていきますね。で、これ検索ボタンを押すと、これ別の検索までが出てきて、こんな感じでですね、全国のこういう場所が選べるんですけれども、ちょっと適当に検索してみますね。で、ちょっと滋賀県でやってみましょうか。電気店や自治体施設などって出てきますね。で、次へ。で、まあ、あと、近くの市を選ぶっていう感じ、まあ、ちょっと適当に大写しにしておきます。で、検索ボタンを押すと、はい、こんな感じで出てくるんですね。アヤハディオ、大津店、マツダ電機、エディオン。まあ、結構有名な主要な電気店とか、平和堂って多分スーパーだと思うんですけれども、そういうのも回収してくれるみたいですね。はい。で、私自身ですね、まあ、近くの、これで調べたら、一番近くはですね、カーマだったので、まあ、ここにも電話番号載ってるので、その場でですね、電話をして、で、電話で聞いたら、まあ、こういう事情で、回収ってできるんですかねみたいな感じでお話ししたら、あ、大丈夫ですよっていう感じで言ってくれて、その時にですね、バッテリーにリサイクルマークついてますかっていうことだけ聞かれました。で、ドローンの、まあ、DJI のドローンのバッテリーにはリサイクルマークがついてるので、その旨を話したら、あ、大丈夫ですよっていう感じで、そのままですね、カーマというか対象のお店に持って行って手渡しというかですね、そのまま渡したら回収してくれたという感じですね。まあ、よくあるその新聞回収とか、その切れた蛍光灯とか回収してくれるような感じで回収してくれました。なので持ったよりもすごくあっけなかったっていう感じですね。びっくりするぐらい簡単にやってくれたので、もしですね、ドローンのバッテリーとか処分に困ってる、まあ、ドローンのバッテリーに限らずですね、今だったらモバイルバッテリーとか、スマホを充電するためのモバイルバッテリーとか持ってると思うんですけれども、寿命が来たりとか、ちょっと不安で処分に困るなっていう場合は、こういったサイトを使っていただけると便利なのかなというところですね。で、もしかしたらそのお店によって回収できない可能性があるので、念のためですね、電話とか、もしくはまあ問い合わせしていただいて、まあ、回収できるのかどうかって聞いていただいた方がいいのかなというところですね。ドローンのバッテリーと一昔前というかですね、まあ、よくその塩水につけて、無効化して廃棄物として出すみたいな感じで、まあ、言ってるというか、私も昔ブログで書いたような気がするんですけれども、まあ、確かにドローンのバッテリーを無効化にさせるんだったら、まあ、海水というか塩水につけてなんか泡がブクブクしてきて、そのブクブクがなくなったらもう発火しないよみたいなことは聞いたことあるというかですね、まあ、あるんですけれども、まあ、私も実際それを実験したわけではないのであれですけれども、今だとこんな感じというかですね、これいつからこういうのできたのかわかんないんですけれども、まあ、こんな感じでですね、結構あっけなく回収してくれたなというところですね。まあ、当然地方自治体によっては産廃の廃棄センターみたいなところに持ってって処分とかもできるとは思うんですけれども、まあ、いろんな方法があるよということで、これも方法の一つとして
覚えていただければ便利なのかなというところですね。まあ、私も久しぶりにどのバッテリー処分しようかなと思って改めて調べ直してみたらですね、こんな感じの便利なサービスというか回収してくれるものも見つかりましたので、ぜひですね参考にしていただければなというふうに思います。